どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、ホグハンター2021続きをやっていきたいと思います。まあ、続きというか、まあ一周自体はね、短編のゲームなんで、まあエンディングの回収ということなんですけども、とりあえず調べたら、エンディング4種類あるそうなので、でも2種類を見ましたからね。まあ、あの怪物にやられるというのと、何もしないで帰るっていうのなんで、とりあえずあいつを倒すか逃げるかかな。倒せるのかな、そもそも。まあどっちにしろあれですね、ちゃんとしたエンディングを見る必要があると。昼間からずっとこの人は狩りをしてる。あ、ここにも川があるわ。あ、川じゃないこれ、ただの地面か。多分ここは固定だと思うんだよな。ここもうまいですよね。この間 あっちやったからこっちやるかな。ここだけ見る感じだと普通の本当にハンティングゲームなんですよね。ああ、3歳。あれですね、さっき、というか、この前の枠でやったやつの方が大人だったし、まだ子供なのか、ちょっと良くないな。弾が当たった場所も良くないですしね。さすがにちょっと適当にやりすぎたか。これ、前回の枠で、怪物にやられた時に気づいたんですけど、左下の方位磁石がぐるぐるしてたんで、どっかから異世界に入ってるとかっていう設定だったのかな。ちょっとそれも確認するか、今回は。あとあれですね、この後の、夜の部で、逃してたので獲物をね、それはちゃんとやりたいな。あと、この後ろの鹿もあれなのかな、一応伏線なのかな、あいつへの。ノーボーナスアンロックと。一応そういうのがあるのか。あるのかな、まあいいや。じゃあ、あれかな、あの中で一番でかいやつを、やれたら、もしかしたら、ここで、あれかな、ハンティングライフルの性能が上がるとかあるのかな。この人、そういえばあれですね、特にスコープとか使わずにやってるんですね。まあ、どっちにしろ、怪物と戦うことになったら接近戦になるので、わざわざスコープの覗いてる余裕がないから、これでいいんですけど。この先の左、なんか声したな。左手に声、火が見えたあたりからそっと行って、この要するにあれなんですよね、小川の水たまりの水を飲んでるんだか、なんだっけ、なんかあれですよね、イノシシってそういうところに体ぐちゃぐちゃってやってしますもんね。それやってんのかな。ああ、声してるな。わかりますかね、あそこになんかね、動いてるのが見えるんですよね。これ撃ってみるか。よし、あいつ来るかもしれないから一応リロードして。ああ、でもこれも若い個体だな。これなんだろう、なんかランダムかな、それともちゃんと見ればでかいやつはでかいやつになってるのかな。まあ一応前回よりこの点はマシですね。で、なんか血、こっちからこう来たのかな。どうすっかな、一回逃げてみるか。
川まで出たら川を登っていけば帰れるはずだから。登っていってどっちだっけ、車置いてあんの。とりあえず川を登る。これヌーって出てくんだよね。あ、それ、この時点ではアシカかなって感じなんだろうね。ああ、この時点でクルクルしてる。やっぱりあいつは変な存在なんだ。で、ここもしかしたら異世界だとしたら、逃げられないかもしれないけど、とりあえず川に出てみよう。出た出た。後ろ向けないけど殴られたってことは、もう追いつかれたってことか。え、川を登りきって右手かな、こっちから見たら。沿いに行ってみよう。あー、なんか全然違う。ダメですね。これあれだろ、俺の死体が発見されましたってニュースだろ。エンディングゲームオーバー。はい。もうこれの場合、ここからやりなさせてくれるからね。ここがあって、俺さっきそう、この壁沿いに行けばいいかなって思ったんですけど、ここに出ちゃったのかな？ってことは、と手前で、これ湖だよね。あれ、なんか下みたいのあるじゃん。あいつにやられたのかな。ああ、でも違うかな。まあ、この川沿いで何かが変わっているんでなければ、とりあえずは川沿いに来て右手だよな。いるはず。さっきこっちを撃ったと思うから、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、おそらくここにいるんですよね。やった。さっきのとは違う個体だよな。ああ、6歳。んで、まあ、そうですね。これもうヌーって出てきた瞬間に振り向いて逃げ出した方がいいかな。まだ動いてないから多分釣ってないんだよね。よし。あいつも早かったな。こっちの判断読まれてたかな。あんなにさっと動かなかったよ、今まで。で、小川は飛び越えなくちゃなんですよね、どっちにしろ。こんな磁石がぐるぐるしてるってことは、あいつは、あれか、宇宙人的ななんかか。
この時点から、いやでもちょっと小川を外れるのは怖いな。この辺りからそっちに行ってみるか。あれまた行き過ぎてんじゃないこれ。大丈夫かな。あ、また行き過ぎてるな。でもあいつまだ来てないか。うまいこと巻いてはいないよな多分。ずっと俺を追いかけてくるよな。それともこれ待つ変わってる。あ、あったあったあった。いいいいいい、はいはいはい。振り返らず走った。まさに俺はそれやったね。まあ、車での話ですけどねこれ多分。 You don't stop to check your mirrors。 あー、それすらできなかった。あー、はい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 。本当骨だけしか見つからなかったと。ああ、でやっぱりあれなんですね、またそのクマの被害だということにされてるんですね。3つ目のエンディングですね。はい、ということでじゃあやっぱりあともう一個あいつを倒すなのかな。そうですね。では、今回はここで終わりにしたいと思います。次回、4つ目のエンディング到達できたらなと思います。それではお付き合いいただきありがとうございました。